アイテム番号、SCP-521JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-521JP は電磁波遮断措置が施された標準コンテナに収容してください。コンテナ内部には計測器を設置し、点検は月に1回、担当の職員によって行われます。実験の際は SCP-521JP をコンテナから出す前に各記録装置を設置します。実験中レベル3以上の職員は、SCP-521JP 周辺の半径20メートル以内に接近してはいけません。説明、SCP-521JP は銀灰色の金属で構成された 1.3 メートルの立方体です。収容当初の XPS 分析の結果や特徴の一致から表面の材質はチタン製と診断されていますが、酸化の兆候を一切見せず、いかなる損傷も受け付けないため、チタンに類似した未知の元素で構成されているのではとの見解も出ています。表面に継ぎ目や溶接痕は見当足らず、X 線や超音波などを用いた内部構造の特定は全て失敗に終わりました。また、SCP-521JP は常に未知の電気信号を発しています。この電気信号と口述する現象の関係性には未だ確証がなく、現在も信号を解析する試みが続けられています。半径 12.2 メートル以内に接近した被験者の 84% は、誰かに話しかけられている気がする、挨拶をされた気がする、歌声が聞こえる気がする、と訴えます。そのうちのさらに 20% の被験者はインタビュー中 SCP-521JP を、彼女、と呼称します。これに関しては追求しても、なぜだかわからないがそう呼ぶべき気がした、などの回答しか得られていません。ここまでにおいて、これらの証言はあくまでも、気がする、とされている点に留意してください。なお、該当しなかった 16% の被験者は前述のような感覚を覚えません。代わりに軽度から中度の自己嫌悪、うつ病の兆候を示し、閑静な環境を恐れれるようになります。これらの症状は一般的なカウンセリング治療で改善可能です。人を除く一部の動物は SCP-521JP の半径50メートルより接近するのを避けようとします。強制的に接近させようとすると激しく抵抗しますが、10.5 メートルほどまで迫ると途端に静かになります。この時、ほとんどの動物は全面降伏を表す動作や姿勢を行います。これらの反応を見せるのは、一般的に感情と称されるような情動反応を持つ動物に限られるようです。SCP-521JP は静岡県、市の一部地域において、山奥に金属の女神様がいる、という噂話が子供たちの間で広まっていることにエージェントが注目。近隣の山中を捜索したところ、地中に 2.8 メートルほど埋没した SCP-521JP を発見、収容に至りました。その後噂話は2週間ほどで収束しています。情報の発信源はつかめていません。SCP-521JP に接触したと思われる子供たち数人に対しインタビューを行ったところ、一部の証言の中にはオブジェクトは立方体ではなく、編集済み、だったというものもありましたが、一貫性の貧しさから信憑性は薄いとされています。追記1、SCP-521JP 収容当時、回収地点の周囲を探索したところ、地球から様々な年代の文書が複数回収されました。しかし、文書はすべて劣化、損傷が激しく、特に新しいものはインクで塗りつぶせされているため、全文の解読は困難です。放射性炭素年代測定により、これらの文書は最も古いもので、年前のものと判明しています。年代の古いものには何らかの絵図が描かれており、それによると SCP-521JP は地球から掘り出され、その性質から神託を与える御神体として宗教的活動に使用されていたようです。一方、比較的新しい文書は前述の要因のため読み取れる箇所はごくわずかですが、資産家が個人的に SCP-521JP 発掘、研究し、徐々に精神病を患い最終的にオブジェクトを再び投棄した経緯が書かれている模様です。余白には塗りつぶすのに使用されたものと同一のインクで、あれは鏡でありおそらく眉のようなものだ、と殴り書きされています。追記に、199年8月、日実験中、SCP-521JP に対する距離に関係なく、入室していた職員全員が以下のような女性の声を知覚しました。私はもう一度、自分の足で歩いてみようと思う。各装置に該当する音声は観測されていませんでした。音声の発生源は不明です。ほい。
追記2の事例から SCP-521-JP が自立性を持っている、あるいは自立性を持った存在が関与している可能性が示唆されました。現在ユークリッドクラスへの格上げを検討中です。